えー、はい、あのまずあの、えー、と,ご報告と、えー、お礼です。あのエムリオさんあの、大変ありがとうございます。早速、あのご返信いただきまして、昨日も喋ってました、いずれアスループでお借りしている、エムヒョさんごお書きになったライブラリーのコードですけれども、えー、これ、ついて、あのえー 使用についてあのご許可をいただけまして、大変ありがとうございました。早速、あの椅子で、えー、先方の方にお伝えしました。えー、うまくね、あのイザいスブスが、もしもね、後恒大で採用されたら、えー、本当に嬉しいななんて思っています。えー、まあ、それはあのそれと、さっきそのクラスターマシン作ろうかなんて思ったんですけどね、今このところね、あのなんかこう、 嬉しまあ、こういった嬉しいこともあったんだけどね、アットコーダーみたいな話があったりだとか、並列プログの話したら、あのみんなあの海外に行ったから面白がってもらえたとか、嬉しいことがあった反面ね、うんとちょっと昨日はなんかこう、えー、あらあらって感じで思ったのがねあの、兵庫で一体何が起きてたのかなみたいな感じがして、不思議にならなかったもんで。えーと 仕事終わった後と情報を収集したんですけれども真偽、まあのほどは本当はあの徹底的に警察とか裁判とかでならないと明らかにならないのかもしれないけど大筋やっぱりこの立場さんと須田さんが対談してるところで出てきてる話がほぼその真相なのかななんて思ってましてねまあなんていうかな人間のなんか愚,愚かさを。 あ象徴しているような出来事でああ俺もそんなその愚かな人間のうちの一人なんだなと思いながらなんかちょっと暗い気分になってましてね <laughs> えっとまあまあ家だからそんなこともあるし山ほど血もお金に関わる仕事40年もやってきてるからまあそん手の話はもう,もう若い頃は散々。 見たし聞かされたしああ、うん、もうしょうがねえな人間ってやつだと思ってそれであのギターとかねコンピューターとか数学とかに没頭してこの時だけはほんとその、えー、変なしがらみとか人間の衣装もねとこからからは一時解放されるもんですんでね、えー、なんてことでね、うん、でまたその ラズパイにクラスとマーシン作ろうとかってねそういうのワクワクしてるときってなんかすごくあのいいんですよ自分らしい感じでねえー、なんて思っておるところです、えー、まあかといってこういったところを現実をあのから見ないことにしてでてそれもまずいからね、うん、で,でもまあそれはそれとしてでも うん、自分は自分なりにハッピーをこう探求したいななんていうふうなことを、えー、思っておりますはいなんだかちょっとまとまりのない話なんですけどそれでじゃあお仕事入ります。